サポアテングからオスカー、オスカー打つか、いやーオスカー惜しかったな今のは。オッケーマイボール、ナイスディフェンス、デッドケー、いやデッドケー、デッドケー、よっしゃオスカー、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 オッケー、危ない、取られそうで取られないね。さあ、あと1点欲しいところ。あと1点欲しいところ。オースカー、オースカー、うまい、オースカー、うまい。さあ、ロナウド、くー、惜しい。今もディフェンダーに当たったな。オースカー、オースカー、オースカー、うまいよ。そして、オースカーからの、おー、ファールないのか。ファールがない。ロナウド、ロナウド、ロナウド。おー、いいよ。オーケー。来た、ロベルト、来た、ゴール、ゴール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 ゴー綺麗に決まった。いやーセルジロベルトうまいな、クロスが、クロス精度がいい、うん、まあ低いボールというよりは低いボールでなんかこうマルセロとか、ファンベルナッツみたいな低い速いクロスというよりはちょっと正確にね、まあ高くもなく低くもなく、まあ、中くらいのね、クロスを上げてくれる選手なんで、非常にね合わせやすい、ヘディングで合わせやすいクロスとなってね、いい感じかなと思います。はい、5得点、最後大きく、差をつけて入れてくれました。ナイスですね。シーズンレポート振り返っていきましょう。はい、今シーズンはまあギリね、最後危なかったんですけど、前半戦全然勝てなくてね、そう2試合3試合ぐらいしか勝てなかったんだよね。まああとの試合残りはねなんとか勝ち越してっていう感じでいい感じなんですけど、はい、最後は勝ち越し続けれたんで、まあなんとかね、残留することができて、またスーパースターへのここを目指しに行けるといったところでは非常にまあポイントなのかなというところですね。はい、フェリックス93で38歳、今シーズンリタイアですね。そこはもう確定なんで。はい、そして900万、はい、そして、現在ね第5位ということで、現在というか、まあ、もう終わりなんですけど、勝ち点29ポイント取って、18試合中9勝2引き分け7負け、まあなんとかね、負け越しを追い越して、まあ、プラテンにね、持っていくことができたといった意味では良かったんですけど、まあでもね、前半負けすぎましたねって言ったところですかね。ちょっと、まあまあまあって感じですね。はい、そしてゴールアシストランキングはこの通りですね。いやー惜しくもモラタあと1点届かずといったところで、まあ逃してしまいました。アシストランキングも、4アシストのモラタ、そしてイリチッチランクインは、一応できたんですけどっていう感じですね。ネクスト、おお、これは何、マネージャースコアアンド、お、これもらえるんじゃないの、あれが、これはなんだ、クオリティ、クオリファーズラウンド1リワード、メインイベントライト
ハートフェイトトッププレイヤー。あ、これに参加できるってことなんかな。おー、ゴールドトレーナーコンタクト。はいはいはい。これはどうしよっかな。アディショナルリワードバイクラス。2020-21っていないんだよね。はい。で、今シーズン限りでもリタイアしますっていうのが、まあ、フェリックスですね。ありがとうフェリックス。まあグローリーポイントとかもね見ていけたらなと思います。はい。続いて、ね、ローントランスファーしてた、ね、バラン、シャビ、メッシが帰ってきます。まあこの、メッシの成長次第ではロナウド来シーズンレンタルするのかしないのか、ここをねはっきり決めていきたいと思います。さあどうなんでしょう。ラファエル・バランはねバルセロナに行ってます。シャビは、どこだったっけ、なんとかなんか忘れたな。メッシはアトレティコ・マドリード。さあバランからですね。いやー今回ビッグサクセスなかったよね、残念だけど。おお、ヘッダーすげえ、めちゃくちゃ上がったじゃん。さあ、いや21試合中6試合しか出れてないっていうのはもったいないな。4全部で5、4、1、いや4か、これ行かせない方が良かったかもな。試合、まず試合数が少ないし。さあシャビ、シャビはどうだ。うわー、ローパスやば、93、えぐいね、星5で。それはロフテッドパスもやば。うわーすげー。いや83、4か。まあでもまあまあまあって感じじゃない。まあまあまあ普通だねって感じ。さあメッシ、ここが問題。ロナウドはもう今97ぐらいあるからね、そこはクリアしてくれないと困るよ。6試合か。まあ4ぐらいかな。4か3 97 97。ということは、シーズンリワードいきましょう。あとでちょっとまたメッシ比較していきますんで。で、シーズンリワード、これはリーグ戦の結果ですね。第5位ということで、2100万。そして、スポンサーボーナスでは、4連勝で、720万ボーナスもらいました。そしてペスコイン、4ペスコインもらいました。はい、カップリワードを見ていきましょう。まあ決勝まで行けたって言ったところで1200万。そしてディマリアがアシストランキング2位ということで、246万、もらいました。ありがとうございます。はい、次ね、アセッツバランス見ていきましょう。まあ収入収支ですね。収入収支、まあバランス見ていきます。カモン。はい、インカム、2億7400万といったところで、まあまあ上々じゃないかなっていう。で支出がね、3億5300万ということで、まあ、今回は、まあ、なんでこういうマイナス、まあ、バランスもね、どんぐらい、7900万マイナスなんですけど、まあ、これはね仕方なくて、今建設中のものがありますよね。それが、2億ぐらいしたんで、お金がね2億もしたんですよあれレベル7の。
そう、それでまあちょっとね、マイナスになってしまってると。来シーズンの、まあ、財務予測としては、58億8500万といったところで、まあ特に昨シーズンと変わらない、まあ昨シーズンよりも減ってるっていう感じなんですけどね。まあそこはまあ良しとしましょう。さあエンドシーズンですね。はい、みんな年を取ります。いやーマジかー、やめてくれー、年は取らないでくれーって願いたい。いやもうほんと年取らないでほしいわ。カモン。はい、でちょっとここをね取っていきましょう。はい、ありがとうございます。さあここも特に変わらない。アソシエーションリワードもらって、はい、まあ帰ってきたということもあったんですけど、先にねちょっと人事これをやっていきたいと思います。契約、そしてあと、あ、先にクラブデータから振り返っていきましょう。お、ホールオブフェイムも、まあこれは後で、はい、クラブデータから振り返っていきたいと思います。まずはクラブレコードからですね。はい、特に更新されてはないですね、最初のこのシーズンでは。ここは特に更新はされてないです。マッチスタッツ見ていきましょう。はい、ここは、ここですね。いやーもうグッとゴールとかも下がって、ポゼッションはまあポゼッションはすごい、ポゼッションすごいね、めちゃくちゃ上がってんじゃん。約10年ぶりぐらいの 50% 超え、これはちょっと革新的だな。まあ戦術もね非常に今回合ってたんだよね、ポゼッションが、ポゼッションサッカーがね素晴らしい。で、ショートオンゴール、86、まあ得点ももうそうね、まあ7、8年ぶりぐらいのすごいいいね。フリーキックもなんかまあまあいいんじゃない、まあトータルとしてはね。でコーナーキック、これまあ頻度、コーナーキックの回数ってことか。はい、パス系見ていきましょう。87%、これは87% も 87% 超え、あーシーズン79年目ここで 87% だったから、それ以来ねもうずーっともう十何年ぶりぐらいのパスの成功率ですね。そして、パス、ショートパスというよりは全体のパスの成功率ですね。それはいいんじゃないですかね。そしてショートパスの成功率はまあ4年ぶりぐらいかな。で、ロングパスはそこまでっていう感じだけどね、47% で。はい。で、クロスはまあ 30%、まあ去年と一緒ですね。で、ドリブル。おー、ドリブルもね 50% 超え、50% というか53回、まあトータルなんで、まあそう考えるとここの82年ぶりですね。でレーティング的には 89% なんで、まあ去年の方が良かったかなと。はい、でここは3ページ目は特にまあタックルとか、まあ、タックルが、
タックルも約10年ぶりに、いいですね。 2.08 で、ボルダッシュはまあちょっと落ちたね、だいぶ。で、セーブは去年の方がすごい良かったね。去年すごかったんだね、セーブ。はい、ということで次ね、クラブマネジメントを見ていきましょう。はい、これがまあ、今回のやつですね。まあ、バランス、94年目ということで、今シーズンはこのね、支出、大きな支出が入った、R&Facilities っていう、まあ、建設、施設を建設、改良、開設していくために、まあ、ちょっとこうね、結構な支出をしたんで、まあ、その詳細が見れればいいんだけどね。はい、スポンサーシップとしては、まあ、今シーズンもね、難なく、ボーナスも達成することができたんで、まあ、去年に続きいいですね。マッチリベニューもね、まあ、カップ戦、決勝戦まで行って、すごい成績を収めているので、約81年、ここがねちょうど一緒ぐらいですかね。グラフ的には 50M 超え、これ 50M 超えしてるんで、まあそう考えると、まあ76年とこの時ぶりぐらいですかね。はい、チームサラリー見ていきましょう。チームサラリーはやばい。はい、これを見るとですね、誰が一番、高いのかランキングが出てます。ブレイクギャラクシーのメンバーの、サラリーですね。はい、今ね、チームのオーバーオール、オーバーオールサラリーズは、なんぼ？1億1300万。チームのオーバーオールサラリーで1億1300万使ってますね。はい、で、トップサラリー、トップ10サラリーズということで、第10位、560万のケイタ・バルデ。そして、高いな、第9位はモラタ、まあ同じく560万。なんでモラタとバルデが同じサラリーなの、おかしいだろ。はい、続いて、8位がメッシ。まさかのメッシが570万。安すぎでしょ、そう考えたら。まあこれからね上がっていくだろうけど、でも総合値とは比例しないんだね、ここはね。7位クリスティアーノ・ロナウドが620万で、6位がイリチッチ620万。まあ同じですね、ロナウドと。そして、5位ファン・ベルナッツ、790万高いですね。そして4位エデル・ミリトン820万、んって感じだけどね。で3位ディ・マリア、まあ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 確かにね、840万ですね。フェリックス、ジョアン・フェリックスが870万。まあ引退までねよく頑張ってくれました。そして俊介中村1000万。ふざけんなお前。おい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 、1000万おかしいだろ、おい。なんで一番給料もらってんだよ。メッシとかの方がうまいじゃんっていうね。はい、ということで、まあこんな感じでクラブデータを振り返って、まあ、今シーズンも振り返ったわけですけど、今からですね最も重要な、契約選手の、まあ、更新とかそういったところをね見ていきたいと思います。はい、まずエデル・ミリトン、これをどうするのか。まあセンターバックラファエル・トロイがいて、そしてラファエル・トロイがいて、ジャギエルカもいて、
ラファエル・バランもいて、ルーベン・ディアスもいると言ったところで、まあここはもうね、今だから 1,2,3,4,5 人いるっていうことなんで、まあ いらないかなっていう感じはするんですけど、まあでも使えるんだよね、普通に普通にジャギエルカとかよりは強いから。もうジャギエルカを逆に来シーズン売却して、それでミリトンはこのまま使っていくみたいな、そのパターンでもいいよな。ミリトンをじゃああと1年でも94だよ、もう危ないね、もうあともう下がっていくだけだな。まあここはもう売却だな、潔く去ってください。まあ売却でもいいしリタイアでもいい。売却だと430万、これはちょっと安すぎるな、500万超えでしょさすがに。はい、リタイアさせます。イエス。あ、グローリーポイント、グローリーポイント見とく、見れない、ここでは見れない。まあちょっとグローリーポイントね、どうせなら見ときましょう。はい、51ポイントということで、プレイヤーイン 100試合出ましたという、そして50タックル、50回のタックルをしました、そしてレシーブド、5回ね、ナショナルコールアップに呼ばれましたよと、まああの代表招集ですね。そしてパスはね100回、インターセプション、まあ相手フォワードがボールをトラップする前に、パスカットをした、これがね100回で、タックルはさっきあったような感じで、トッププレイヤーのチャンピオンシップ1回経験してて、いや2回だね、2回経験してます、タイトル。そしてコンプリート、ドミネーションですね、これはタイトルとリーグ戦ともにっていうことかな。で5回で、この選手はね、10年契約しましたと、10年も契約を結んだ選手ですね。10年って最高なんじゃない今までで、うん、まあまあフェリックスと同じぐらいですね。まあ、フェリックスのが長い、あ、フェリックスっていうか、まあ誰だっけ、フェルナンド・トーレスか。はい、でここは、まあ、ビルドアップっていうタレントスタイルをね誰に引き継がせるかっていったところなんですけど、ここはね、まあ、誰でもいいんですよね。ビルドアップなんでやっぱセンターバックに、はめ込む方がいいと思うんですよね。これはルベン・ディアスかな、ルベン・ディアスですね。ルベン・ディアスに、ビルドアップを引き継がせました、後継者ですね。リタイアメリトン、今までありがとう。ミディアムのスペシャルコーチとしてね、帰ってきます。はい、続いて、はい、フェリックスですね。フェリックス見ていきましょう。もうフェリックスはもう無理してます。はい。フェリックスはもう無理だ。はい。グローリーポイント50ポイント。200試合出ました。いやー、すごいね。一番出たんじゃない？うん。フェルナンド・トーレス超えじゃないこれ。
違うのかな、100ゴール決めて、まあ、ナショナルコールアップは3回、まあ、ミリトンに比べたらそうでもないなって感じなんですけど、オープニングゴールということで、リーグ戦、まあ、シーズン始まって最初にね、決める、とこの、ポイントがもらえるので1試合2ゴールしました、ハットトリックもしました1試合でね、フランチーズプレイヤー、トータル300、なるほど、合計、300時間、ピッチに出続けました、スコアードゴールイン、コンセキューティブマッチ、まあ、スコア、3回連続得点を決めて得点を決めた試合がありましたっていうことですかね、うん、4試合目は、必ずしも入れることはできなかった。でキラーオブザーチーム100マッチチームキャプテン、おお、100マッチチームキャプテン、すげえなこれは。100試合キャプテンとして出続けましたよっていうことですね、プレイド500マッチ、うわすげえな、グローリーポイント50パスインターセプション、50回のパスをインターセプトしました、キックのクロス50回、50回のクロスを上げ続けました、50回のタックルをしました、すげえな、トータルアシストは、50アシストですね、でトータルゴールは100ゴール、でトッププレイヤーチャンピオンシップ1回2回経験してます、コンプリートドミネーションも、1回経験してて、アシスト王にもなってます、そして、ナショナルコールアップで契約年数は、10年以上ということですね。いやー素晴らしい成績を収めてくれましたね、グローリーポイントということで、まあ詳しくはここに全部載ってるんですけど、シーズンリザルツというよりはまあシーズンリザルツ、まあ最後の、アベレージレーティングとしては 6.2、 イエローカードは6回、アシストは83、ゴールはね、108点で345試合、試合に出たというキャリアレコードを残しましたね。マーケットバリュー340万、安、はい、いやーこんな感じの選手でした。それではグッバイ。さあ、クラシックナンバー10、これは誰に預けようか、オスカルじゃない、これはオスカルでしょ、まあ、このタレントスタイルがナンバー10って、あ、多分ボールが集まるってことなのかな、オッケーオッケー、これを受け継がせて、はい、続いて、続いては、俊介中村、さあ契約するのかしないのか、いやーどうしようかなこれは。でもキッカーとしては最高なんだよねこれはね。まあ確かに早熟だからもう早めにねちょっとあれしとかないとダメなんだけど、まあ1年ぐらいポツでいいような気がするんだよね。まあ2年ぐらいかな、1、2年、1年だとあれなんだよな、シャビも入って、
あと2年行こうか。いや2年きついかな。行けて1年じゃない。いやー、うおー、たっけ。3年は厳しいな。あ、2年だね。2年契約で34歳まで持ったら、まあ90を下回ることはないと思うんだけど。いや、1年かな。これは1年。いや、2年かな。2年契約ですね。2年契約しときましょう。まあ、フリーキックセンスといった意味ではすごいからね。リタイアはさせませんでした。2年契約で、910万でね、契約更新しました。はい、続いて、ディマリアですね。ディマリア、でもディマリアさ、キッカーとしてはいいんだよね、結構。あ、ここをねちょっと外すときついけど、まあアーロンウィングだから。いや、そう考えたらレマル引退させるの早すぎたな。引退っていうか、まあ辞めさせるっていうか、まあ売却ミスったマジで。まあディマリアもね、もうちょっといけそうなんだけど、でももう落ちてくるよね、間違いなく。こんな感じですよ。まあ AMF が92で、まあできるけど、まあアールウィングももう94まで下がってきてるって言ってみれば、まあメッシもね今回いるから。でもロナウドをレンタル移籍させたら、そこじゃあ誰が入るのってことになっちゃうんだよね。売却かな。売却にしたら670万。これは高いな。これは高くつくね。でもリタイアだな。まあケイノとかを育てるためにも。はい、で、あとはこれを誰に引き継がせるか。ケイノじゃない。ケイノでしょ。あ、AMF の誰かでもよかったな。あ、AMF の誰かでもよかったな、今本当に。はい、続いてが、モラタ。モラタは29。いや29だからまだいけるでしょう。モラタ契約切れか。てかモラタさ、まだ、うん、そうだよね、5年持ったら34。まあ5年ぐらいでいいと思うけど、5年持ちすぎかな。1、うん、まあ5年でいいよね。5年でいいでしょ。930万920万920万。5年。モラタは5年契約ですね。はい、続いて、ルベン・カストロ。ルベン・カストロも5年だな。もうここはもう間違いない。
320万、330万。これはもう間違いないだろ。続いてファンベルナッツ、きたー。まあナディ・ケイタはね、もういいんだよ。先にナディ・ケイタの方からいこうか。ナディ・ケイタはもうちょっと引退だな、これさすがに。もうすごい落ちてきたし、落ちてきたというよりはそもそもそんなに上がんなかったんだよね、総合値で。グローリーポイント21ポイント、50試合出て、25回のタックルを成功しました。で5年契約っていったところですね。はい、じゃあさよなら。またあるんかな、これスタイル。あ、ボックス2ボックスがあるじゃん。センターミッドフィルダーか、シャビか、デンドンケル、デンドンケルかな。ボックス2ボックス、デンドンケルに受け継がせて、まあそのデンドンケルももうそろそろ引退なんだ。はい、続きまして、これがラストですね。ファンベルナッツをどうするか。いやー、ファンベルナッツね、まだ使えるんだよね。まだ使えるんだよ。3年か2年ぐらい契約したいね。非常に下がったとは言ってもそんな下がってないんだよね。すごい持ちこたえてる。これは契約更新かな。まあ1年2年ぐらいかな。とりあえず2年ぐらいかな。5年800万、800。うわ、高え高え。うわ、1年1000万すんじゃん。2年も高いな。3年かな。うん、3年。いや、3年もか。2700万の、いや、2回だから、1700万で終わらせるのか、肉18の。肉18の1920万で終わらせるのか。1920万で終わらせるのか。2700万で終わらせるのか。まあ大きな違いだね。まあ2年契約かな。2年。まあフェリペ・ルイスもいるしね。でどんどん使っていかないと成長しないし。まあでもここぞって言った時はボーセジュールとフェリペ・ルイスしかいないからちょっときついよね。そこでまただいぶやられそうだから、ちょっとこれは2、3年契約でいこうと思います。結構ベルナッツ強いね。ああ、3年でよかったな。まあいいや。はい、でまあこんな感じでね、メンバーが、また全員一旦は揃ったと。メッシも帰ってきましたよといったところで、ロナウド98あんじゃん。24歳時点でメッシ97。メッシ落ちてるし、落ちてるっていうか全然移籍、レンタル移籍させた意味なかったな。これはもうロナウドこのままここで育てた方がいいわ。レンタル移籍はない、させない方がいい。やっぱさせない方がいいね。もう毎試合絶対
出す選手はさせない方がいいっていう検証結果がこれで出たと思います。はい、メッシの方がロナウドより総合値は確か1高かったんだよね。けどロナウドを毎試合出して、しかも、トレーニングをさせ続ければ、まあ、ビッグサクセスとかがない限りは、まあ、このチームに入れておいた方が無難っちゃ無難ですね。しかも、ブレイクギャラクシーとしての、貢献もずっとできるといった意味で、まあ、ロナウドこのまま使っていこうかなと思います。やっぱレンタル移籍はさせるもんじゃないな、こんな強い選手は。バランもさせなくてよかったね。まあバランは1試合ごとに交代させたりとかしてるから、いや、させないか、させないね、させなければいいんだよ。はい、というまあ結果だったんで、もう ここで、まあ、次回あのプレイヤーデベロップメント、ここねトレーニング入れてはめ込んでいきたいと思います。それではね、ちょっと長くなったんですけど、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回は、ニューシーズンということでスカウティングとか、やっていこうと思います。はい、それではバイチャラー。